球団の監督とかコーチはさ、SNS の批判とか気にしたらあかんと思うで。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、若手の成長についてちょっとお話していきたいと思うんですよ。で、若手って正直言ってなかなか育たないじゃないですか。どの球団もやっぱり難しいじゃないですか。で、僕が思うに短期的に見すぎやと思うんですね。うん。どういうことかっていうと、まあ失敗もするじゃないですか。人間なんでね。誰でも。主力の選手でも失敗する世界じゃないですか。正直言ってね、野球というスポーツはね。で、まあ、主力の選手よりもですね、まあ未熟な若手の選手、それはミスする割合というか、可能性っていうのは、高いわけじゃないですか。はっきり言って。で、その選手たちが、まあ失敗しますよね。で、すぐ変えられたりとかしたら、まあ若手の選手からしたら、まあ萎縮しちゃうというか、ちょっと、俺大丈夫かなとか、なんか俺もう使われへんのかなとかいう気持ちになっちゃうじゃないですか。で、僕それを、まあ、ずっと使い続けるっていうのはすごく難しいかもしれないけども、特に最近の、まあ別に巨人だけじゃないですよ。それは他の球団もそうですけども、結構早く変えすぎなんちゃうかなと思ってて、その理由って SNS で叩かれたりとか、まあいろんな批判があったりするから、それを見てもう変えざるを得ないというかね。うん、もう我慢しきれてないんちゃうかなって僕思うんですね。で、そもそも今日なんでこの話題についてね、お話ししようかと思ったかっていうとね、高木豊さんっているじゃないですか。高木豊さんね。野球 YouTuber とか解説者やられてる高木豊さんが、まあそのネットの記事で、うん、言われてたんですよ。そういうことをね。なんで若手が育たないのかみたいなコラムかな、記事がなんかあったんで、それ見てね、僕ね、感銘を受けたというか、マジで僕と同じ意見やなと思ったんで、ちょっと、まあお話しさせてもらおうかなって思ったんですね。で、まあ高木豊さんも、まあその、同じように言ってたんですよ。本当に僕と全く同じ意見で、まあ早いよと。我慢できる監督とか、首脳陣が最近少なくなってきてるよっていう風に、まあおっしゃってたんですね。僕も本当にその通りだと思うし、まあ巨人で言ったらね、まあ今年言った門脇選手とか、まあ佐々木選手とかもそうですよね。で、萩尾選手がもしかしたらそうかもしれないですよね。若手っていうところで言うと。で、やっぱり人なんでね、人間なんで、やっぱ不安はつきものですよと。でもその上で、やはり新人選手とか、まあ、まだ主力になってない選手とかって、日々めちゃくちゃ不安と戦ってるんですね。うん。で、自分はこの世界で生き残っていけるだろうかとかね。うん。もしかしたら、僕はそんな風には思わないですけど、監督、コーチになんか僕は嫌われてるんじゃないかとかね。好かれてたらいいなとかね。わかんないけど。とか、まあいろいろ、まあ夜な夜なね、寝るときにね、思うわけですよ。はっきり言ってね。うん。まあ不安だから。うん。食えていけるかなとか、飯食えていけるかな、あと何年できるかなとか、いっぱい練習せなあかんなとか、思うわけですよ。で、まあ、やっぱりね、そういうふうに思ってるわけなんで、まあ監督コーチもね、うん。まあその、先ほど短期的な目線になってるよっていうふうなお話しました。で、全員が全員ね、そういうふうに長く使っていくっていうのは無理だと思うんですね。さすがに。みんなこう、失敗してんのにずっとそのオーダーを変えないっていうのも、ちょっと、まあその勝ち負けにかかってくんでね。それは無理だと思うんです。ただ、監督とかコーチが、この選手は、とかね、この選手は絶対育てないといけないとか、この選手は何とかして、一人前にさせないといけない、みたいな感じで、思える選手がいるならば、僕は、本当に積極的に使うべきだと思うし、失敗してもね、何しようが。別に気に入られてるとか、あいつはお気に入りやなとか、言われたとしても、ネット上で言われて、もしかしたらチーム内で言われたとしても、それはやっていくべきなんですね。それはなぜかっていうと、
将来のチームにつながるから、勝敗につながるから。うん。で、ちょっと過去を振り返ってみると、まあ、高橋由伸監督っていらっしゃいましたよね。まあ、僕が入団した時の監督なんですけど、まあ、高橋由伸さんって、まあ、あんま結果出せなかったからすぐクビになったとか、まあ、いろいろ言われてるところありますけども、実際、岡本選手であったりとか、吉川選手っていうのをめちゃくちゃ使い続けたんですね。高橋由伸監督は。で、まあ、岡本選手は、結構すぐ、こう成績がバーンと上がって、巨人の4番をずっと今までもね、今までというか、今もね、張ってくれてますと。で、吉川選手に関しても、まあその怪我多少ありました。うん。ただ、今年の成績もそうですし、まあ去年からもそうですけども、どんどんね、右肩上がりに成績も上がってるし、怪我もね、昔に比べたらほとんどないと。もう痛いところはあると思いますけども、試合にね、しっかり出場して、活躍してくれてるというのがありますと。うん。短期的に見たら、高橋由伸は失敗だったって言う人って多いと思うんですよ。ただ、今、スタメンの、岡本選手だったりとか、吉川選手とかね、いますけども、その選手のことを、含めてね、考えたら、果たして高橋由伸さんって、本当に悪かったのかな、とか、思うんですよね。だから、やっぱり人って短期的に見がちというかね。まあ SNS も今あるから、もしかしたら僕のこの声も批判に入ってるのかもしれないけども。だけども、結局、その監督コーチとか、まあその首脳陣ですよね。その方たちの方が正直言って野球は必ず知ってるし、どう考えても僕よりも絶対阿部監督の方がどう考えても野球知ってるし、で、選手に近いし、うん。で、内部事情もね、いろいろあるのは、それはあっちの方が絶対よく知ってるから、だから僕は、まあ、YouTube でね、発言させてもらったりとか、しますけども、まあ、僕の意見なんでね、結局は人の意見なんで、結局ブレずにね、やっていくことが一番いいんちゃうかなと思うし、うん。まあ、人に何を言われようがね、うん。この選手だとか、っていう風にね、思えばね、今で言ったらもしかしたら浅野選手なのかもしれないし、そこはわからないけども、この選手絶対育てたいとか、育てなければいけない逸材だと思ったんだったら、僕は使い続けていくべきだと思いますし、まあその打順がね、どうなのかとかはいろいろ問題はあると思いますけども、僕はそういったところで、ね、阿部監督、まあ今年1年目ですけども、まあ確かにね、巨人が90周年かな、今年、うん。っていうので、絶対勝ちたい、優勝したいっていうところはね、あるかなっていうは思うんですが、でもまあやっぱり、育成をしていくっていうところ、長期的に見ていくっていうところもすごく大事なんで、両輪でね、うん、二つの目線でというか、二つの視点で、物事を考えていくというかね、片一方に、偏りすぎないというかね、そういったことも、大事かなというふうに思いますんで、そこはね、ブレずにね、その監督、おのおのね、いますからね。うん、そこをしっかりやっててもらいたいなと思うんですね。はい。はい。何話そうか、あと。まあ、すごく、ね、まあ、今、ジャイアンツのピッチャーで言ったらね、井上選手とか出てきましたと。で、井上選手も過去振り返ったら、まあ、去年か、一昨年ぐらいからずっと投げてますよね。一軍でちょいちょい投げてますけども、打たれてると。井上二軍でいいのに一軍で全然あかんやないかと。いうふうに言われ続けてきました。それがね、やっぱり経験してきて、まあ、最近で言ったらね、いいピッチングをする回数がすごく増えてきたと。それは、まあ、二軍ですごくいい結果を出してたっていうこともありますし、井上投手のね、その素材というか、そういったところを、まあ、認めてる人が多かったとかね、そういったところもあって、チャンスをたくさんもらえたと思うんです。だから、監督陣たちはね、野球を見る、目もあるわけですから、そこは、この選手は絶対活躍する、一軍でやれるっていうふうに思うんだったら、井上投手のようにね、野手の方もね、門脇選手でやってるとか、まあ、萩尾選手。まあ、佐々木選手もそうですよね。開幕一軍入ってましたしね。レギュラーというか、スタメンに出てましたから、そういった選手はいるわけですからね。まあ、今優勝争いしてて難しいかなとは思うところはあるんですが、そ
そういったね、長期的な目線も持ちながら、もう SNS のね、もう意見とかは、僕の意見も含めて、もう気にしなくていいです。正直。こっちでワイワイやってるだけなんで、こっちで、あーでもない、こうでもない、やってるだけなんで、X で炎上しようが何しようが、監督の方がね、決めたその、信念というか、一本の軸をね、貫き通していったらいいと思うんで、そこは気にせずにね、やってもらえたらなっていうふうに思います。はい、そんな感じで今日はね、ちょっと若手の選手みたいな、育成みたいなところについてお話していきました。これはね、すごく難しいお話だと思いますし、まあ、正直正解とかないわけですよ。ね、あの選手使ってたら絶対、活躍してたわとか言われても、そんなタラレバの話になるんで、だったら、もし活躍しなかったとしても、俺はこの選手を活躍するというか、絶対やれると思って使った。っていうね、ぐらい、自信のあるというか、うん、それぐらい、思える選手をね、うん、使ってったら僕はいいと思うし、まあ、いないんだったらいないんだったらね、まあ、仕方ないところはあるんだけど、うん、そういったところはね、すごく大事かなと思うので、これからのジャイアンツね、まあ、優勝争いもしてますけども、そういう若手の選手というところの成長というところも、に関してもですね、目を光らせていきたいなというふうに思ってますんで、これからもどうぞ、小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日終わってきます。じゃあね、バイバイ。